UEFA チャンピオンズリーグ2017から 18UEFA チャンピオンズリーグ2017から18決勝 UEFA チャンピオンズリーグ2017から 18, 決勝,から18決勝は欧州サッカー連盟により開催される UEFA チャンピオンズリーグ2017から18の決勝戦であり26回目の UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦である 試合は2018年5月26日土曜日に、キエフの NSC オリンピスキーで開催された。レアルマドリードが3年連続13回目の優勝を果たし、UEFA ヨーロッパリーグ2017から18、王者と対戦する 2018UEFA、スーパーカップの出場権のほか、UEFA サッカー連盟を代表して、2018年12月に、 アラブ首長国連邦で開催される 2018FIFA クラブワールドカップの出場権を獲得した。2016年9月15日にギリシャのアテネで開催された UEFA 理事会で NSC オリンピス期が決勝戦の会場に決定された。NSC オリンピス期での決勝戦の開催は初めての開催となる。また、ウクライナでの決勝開催も初である。 このスタジアムは1923年に会場。1969年からサッカーソビエト代表のホームスタジアムとして使用され、1994年からサッカーウクライナ代表、2011年からはディナモキエフがホームスタジアムとして使用。2012年に開催されたユーロ2012では決勝戦も行われた実績を持つ。 UEFA 主催大会では7万50人が収容可能。AC ミランで2003年に UEFA チャンピオンズリーグ優勝を経験したもと、サッカーウクライナ代表のアンドリーシェフチェンコが決勝戦の公式アンバサダーに任命された。全6万3000枚のチケットのうち4万700枚がファン、一般に対して販売される。 決勝に進んだ2チームのファンに、それぞれ1万7000枚ずつ割り当てられ、残りの6700枚が、一般の観客を対象に販売される。この一般チケットが2018年3月15日から3月22日まで、販売された。チケットの販売価格は、以下の通り。なお、残りのチケットは、地元の組織委員会、UEFA、各国サッカー協会、スポンサー。 放送業者等に割り当てられる。中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。チーム 1V、チーム 2UEFA 選出マンオブザ、マッチガレスベール副進、ミロバン・リスティッチ・ダリボル・ジョルジェビッチ第4審判、クレメント・ターピン追加副進、ネナド・ジョジュク、ダニロ・グルジッチ副進控え、ネマニャ・ペトロビッチ、 ジアイルールスターティングメンバーレアルマドリードは、クリスティアーノ・ロナウドとカリム・ベンゼマがにトップを組む、4から3から1から2。昨シーズンの決勝と全く同じ布陣でスタートした。リバプールは4の3の3のフォーメーションで、モハメド・サラー、ロベルト・フィルミーノ、サディオ・マネの協力3トップが揃い踏みするなど、今シーズンのベストメンバーが揃った。前半序盤は互いに探り合うような展開になるが、 徐々に、両、チームともチャンスが生まれるようになる。リバプールは7分にフィルミーノの、スルーパスに、真似、8分には、ペナルティーエリア内でフィルミーノの落としに、トレント・アレクサンダー・アーノルドが抜け出しかけるもどちらも、GKK ロルナバスの対応にアイシュートは打てず。一方のレアルは11分に、マルセロが、ミドルシュートを打つも枠の大きく、右に外れ、15分にはロナウドが、スピードに乗って、 エリア内に侵入し、シュートを放ったが、枠の上に外れた。リバプールは23分、エリア内でフィルミーノがシュートを放つもブロックされ、こぼれ玉はアーノルドがシュートするモナバスが抑えた。一進一退の攻防が続く中、25分に、セルフィオラモスと競り合ったサラーが右腕を固められたまま、転倒。受け身を取れずに左肩を負傷し、一時はプレーを、 続行するものの31分にアダム・ララーナとの交代を余儀なくされ目に涙を浮かべながらピッチを後にした。一方レアルもダニエル・カルバハルが右足の筋肉を負傷して続行不可能となりナチョと交代。泣きながらピッチを後にした。さら負傷退場後は一転してレアルの構成。42分にはロナウドのヘディングシュートのこぼれ球を ベンゼマが押し込むもののオフサイドを取られて、得点とはならず、45分には、ベンゼマのロングパスに、ナチョが合わせるもサイドネット。終了間際のベンゼマのミドルシュートも枠の左にそれ、前半はスコアレスで折り返した。後半48分、エリア内でこぼれ球に反応した、イスコが右足でシュートを放つがボールはクロスバーを直撃した。すると51分、 ベンゼマへのロングパスは、やや大きくなり GK ロリス、カリウスがキャッチするが、直後のスローイングに、ベンゼマが足を出すと投げたボールが当たってそのまま、ゴールインし、レアルが先制に成功した。リバプールは55分、右 CK から、デイアン・ロブレンのヘディングをゴール前で真似が押し込みすぐに、同点に追いついた。レアルは61分、イスコに変えガレスベールを投入。すると、 直後の64分、左サイドからマルセロのクロスにベールがバイシクルキックで合わせてゴールを決め、レアルが勝ち越しに成功した。リードを許したリバプールは攻勢を強めるも70分の真似のシュートが左ポストに阻まれるなど1点が遠く、逆にレアルのカウンターを浴びる場面も目立った。その後も諦めずに攻め続けるリバプールだったが、83分に ベールが左足で強烈なミドルシュートを放つと GK カリウスがパンチングミスしゴールが決まった。決定的な3点目が入ると反撃の余力もなくなってしまいそのまま試合終了。レアルマドリードが3から1でリバプールを破り大会3連覇を達成した。後半アディショナルタイムにレアルマドリードのクリスティアーノ・ロナウドがドリブルで切り込み。 シュートを打とうとした瞬間に観客がピッチに乱入し、警備員に取り押さえられて一時試合が中断するというハプニングが発生した。レアルマドリードがリバプールに勝利して3大会連続13回目の優勝を達成し、自身が持つ大会最多優勝回数を更新し、UEFA チャンピオンズリーグになってから初の3連覇を達成。 チャンピオンズリーグ解消後でも7回目の優勝となり、さらに記録を更新した。またクリスティアーノ・ロナウドは、クラレンス・セイドルフ、アンドレス・イニエスタを破り、UEFA チャンピオンズリーグの決勝で6回、出場して5回優勝を果たした初の選手となった。キエフ・ NSC ・オリンピスキ・スタジオ、キエフ・ NSC ・オリンピスキ東京、フジテレビ、ありがとうございます。